三角波メディアを再生する静岡県伊東市の海岸から見た小規模の三角波、画面中央、三角波とは進む方向が異なる二つ以上の波が重なり合ってできる三角状の波高の高い波のことである。波の峰が尖っている。例えば暴風の中心が通る水上などに起こる。暴風域の至るところで波が発生しているため、それらの波が すべて様々な角度で重なり合うためである。また、絶壁や防波堤などの近くでも生ずることがある。入射波と反射波が重なり合うためである。また、潮流の向きと風の向きが反対の場合にも生じる。船乗りからは大変恐れられている波である。船が下から繰り返し短い周期で突き上げられ揺れ幅がみるみる大きくなったり、あるいは、 予測不能なタイミングで突発的に突き上げられるような形になり突然安定を失い沈没させられてしまうことがあるためである中程度以上の大きさを持つ安定した船であってもあっけなく沈没させられてしまうことがある経験豊富な船乗りでも打てる手はあまりなくできることといえばせいぜい三角波が生じそうな海域には近づかないこと また入ってしまった場合はその海域から早く脱出することくらいしかないと言われている。英語ではプラマドルウェーブ、フランス語ではベイックスピラミデイルズなどといい、ピラミッド状の波と表現されている。三角波とは非制限波的な基本的波形の一種で、波形の見た目が三角形になっているところからそのように呼ばれる。帯域制限のある三角波を時間領域と 周波数領域で表したもの。基本周波数は 220Hz 区形波と同様、三角波は奇数倍音のみを含む。しかし、区形波に比べて高い倍音成分は、急速に小さくなる。そのため、区形波よりも聞きやすく制限波により近い。ありがとうございます。